このスバ。あの反則だろう。ずいぶん早い撤退でしたね。だらしないですね。普段からダラダラしてるからこんなことになるのですよ。あれ、爆裂魔法のことをバカにされたメグミンさんが突っ込んでいったせいと聞いたのですが、とにかく助っ人が必要です。手伝ってくれそうな人をこっちのギルドで募集でも。アクア様、ようやく見つけましたよ。僕が来たからにはもう安心です。あれ、カブラマツロ魔剣の人じゃない。どうしたの。ミツルギです。アクア様が何やらお困りだと耳にしましたので居場所を探していたのです。いろんな人に調査を頼み。え、それってストーカー。まあまあ、人間性はさておき、こいつの力は本物だ。力を貸してくれよ。枕木？ミツルギだ。君に人間性のことなど言われたくない。とにかくアクア様のためなら協力しよう。あ、今度は私もぜひ。ダンジョンに変わった魔道具があるかもしれませんし。助太刀してくれると言うならありがたい。もう一度ダンジョンに挑もう。はあ！二人ともすごいわ。この調子ならあいつをギャフって言わせられるわね。アクア様、天井が落ちてくる仕掛けがありましたが、作動装置を無効化しておきました。なんだか鎧が切りかかってきましたが、返り討ちにしてやりましたよ。いやー、こいつらがいてよかった。ん？なんか手紙が落ちてるな。なになに？真の試練はこの先。苦痛に顔を歪めるがいい。なあ！どんな恥ずかしめが待っていると。これは早く確かめねば。ああ、ちょっと勝手に言ってはいけません。カズマ来てくれ。これは私にどうしろというのだ。ん？読みにくいですが、石板に何か書いてますね。犬になりきれば扉は開く、ですかね。この私にそれをやれというのか。這いつくばり尻尾を振り、地面に置かれた皿から餌をくれと。別にそこまでしろとは書いてないだろう。語尾にワンをつけるとかでいいんじゃないか。いや、あのいやらしい大地の導きがそれ式で満足するとは思えん。投げられた骨を拾いに生かされ屈辱にまみれるとか。何でもいいから早くしてほしいんですけど。とりあえず試してワンとか言ってみなさいな。かん！貴族令嬢として育ったこの私に犬のように振る舞えたなどと、どんなご褒美だワン。開きましたよ。やりましたね、ダクネス。え、なんだ、もういいのか。ふんふんふん、この調子ならすぐに一番奥まで行けそう。で、何よこの部屋。水が入ったコップがたくさん。また石板に文字が。すべてを飲み干せ、さすれば道は開かれん。要するに全部飲めってことか。よし、頼んだぞ、アクア。水の女神の力を見せてくれ。え？せめてシュワシュワに。いぼじ悪い。水だけを飲むのがこんなにきついなんて。僕もお腹が限界に近いです。吐きそう。こうして戦力を削ぐのが狙いのようです。やはりあの大地の導きとやらは性格が悪いですね。手伝いもせずにただ眺めていた君たちも相当なものだと思うぞ。俺は止めたのに、お前が赤ちゃんの手助けはしなければとか言って勝手に飲んでいったんだろう。やはり君には赤ちゃんの従者としての覚悟が足りないな。後でどちらがふさわしいか決着。やめろ。
腹を叩くな出る。喧嘩はやめてください。そろそろ最後の部屋のようです。さあ出てきてください。そして我に力を。幾多の試練を乗り越えし勇者たちよ、よくぞここまでやってきた。最後のゲームを始めよう。そういうノリはいらないんですけど。いいからさっさと元に戻しなさい。願いを叶えたいのなら力を示してみよう。このそば